はいどうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローでございます。さあ今回はですね、この前軽くお見せしましたけども、こちらでございます。じゃん。はい、まずはこちらですね。東京マルイのガスブローバックガン、デザートイーグル10インチです。しかしですね、今回の真の主役はこれではなくてこちらでございます。じゃかじゃかじゃん。はい、こちら。この前少しお見せしましたけども、フリーダムアート製の東京マルイガスブローバックガンデザートイーグル用カービンキットでございます。というわけで今回はこちらの紹介でございます。さあ、というわけで今回はですね、こちらですね。東京マルイのデザートイーグル用のカービンキット。さあ、こちらの商品ですね、どんなものかと言いますと、まあ、名前の通りですね、カービンキットという名称の通り、東京マルイのガスブローバックガンデザートイーグルをカービン仕様にできるというですね、まあなんとも変態的なカスタムパーツですね。ちなみにこのカービンキットのお値段、18,000円となっております。はい、今回こちらをですね、フリーダムアートさんからいただきましたので、ちょっと実際にこれを組んでみたいと思います。さあ、それではですね、ちょっと今回動画が長くなる気がしますので、サクサクと進めていきたいと思います。まず用意するものは、このカービンキットと、続いてこちら、ストックを取り付けるための M4 用のバッファーチューブです。M4 用のストックです。まあ、このですね、M4 用のバッファーチューブとストック。今回はこの商品を使用しますけども、別にこれじゃないとダメっていうことはありませんので、好みのパーツを組んでいただいて大丈夫みたいです。はい、そして忘れてはならないのがこちらですね。銃本体。これらのパーツを用意して組んでいきたいと思います。それでは、このカービンキット、ちょっと中を見てみましょうか。はい、箱の中にはまずこちら、組み立て説明書が入っております。写真付きでかなりわかりやすい説明書となっておりますね。はい、そしてこちら、バッファーチューブ取り付け用のネジが何本か入っています。これは全部使用するわけではなくて、使用するバッファーチューブに合わせて、なんか良さげなやつを選んで使ってねっていう感じみたいです。はい、そしてですね、フレームがこちらでございます。じゃん。はい、なんかね、これだけ見るとボーチャードピストルみたいな形をしてますよね。で、このフレームはですね、今、こんな感じですっからかんで何も入っておりません。このフレームの中に、このベースとなる銃からトリガーとかハンマーとかを取り外して、こちらに移植します。それでは、早速、組み付けていきたいと思います。はい、それでは組み立てていきたいと思います。まずこんな感じで、スライドを取り外して、フレームだけにします。で、こっから、トリガーとかハンマーとかを取り外してこちらに移植していくわけですね。それではやっていきましょうか。ではこの付属の説明書の通りに進めていきましょう。まず1番、銃本体を取説やパーツリストを参考にしながら分解するなので、まずはこの中身を全部外しましょう。はい、じゃあまずはね、このスライドストップをこのピン抜いてこうやって外します。で、ここにスプリングとプランジャー入っておりますので飛ばさないように気をつけましょう。そしてこのテイクダウンレバーなんですけども、これはボタンを押して通常であればね、下に回してスライド外しますけども、逆に上に回すとレバーがこうやって外れます。で、ボタンも外しましょう。で、次にここのネジを外してトリガー周りのパーツを外します。はい、そして続いてですね、このハンマーがついたユニットを外すんですけども、まずここのピンを抜きます。で、さらに10インチの場合はグリップを外してここのプラスネジを外します。で、そうするとこのハンマーユニットがごっそりと抜けます。はい、そしてですね、続いてこのマガジンキャッチですね、これも外します。はい、これでフレームからパーツが全て外されました。では続いてですね、こちらカービンキットのフレームに組み込んでいきます。それでは今外したばかりのこのマガジンキャッチから取り付けていきたいんですけども、今回ですね、こういうですね、デザートイーグル用のドレスアップセットをですね、ちょっと一緒に入れていただいていたので、これをちょっと組み付けていきたいと思います。マガジンキャッチとセーフティーのスクリューとテイクダウンレバー用のボタンです。こんな感じでカービンキットに組み込みます。組めたら正しく組み込めているかをこうやって確認してください。正しく組めていれば落ちません。続いてこのハンマーユニットを組み込みます。これは簡単ですね、ただ差し込むだけです。こんな感じで差し込みます。で、差し込んだらここにピンを留めてください。
はい、そしたら今度はこのトリガーユニットを組み込みます。でその際ですね、ここに最初から六角のネジがついてますので、これを最初外します。それで組み込んで、ここの六角頭のネジを止めます。はい、そしたら次はスライドストップですね。プランジャーとスプリングを飛ばさないように気をつけながら組み付けます。やばいね、これ K フレームのリアサイトのパーツ並みに飛ばしたらやばいやつですよ。でこうやって組み込んだら、このピンで止めます。でしたらこのトリガーバーをこうやってはめます。まあここはですね、上から押さえながらグーってやるとこうやってはまります。次ですね、このテイクダウンレバーなんですけども、純正フレームであればボタンを押してこのレバーを回してっていう感じなんですけども、このカービンキットのフレームではボタンは取り付けません。そのままこのレバーパーツを組んで解除の位置に合わせておきます。でこの状態でスライドを組みます。でスライドを組んだらレバーを戻して、そしてここにですね、イモネジがあります。これを緩めてこれでロックします。さあ続いてですね、こちらストックの取り付けをしましょう。はい、ちょっと飛ばしちゃいましたけども、ストックを取り付けました。まあこれはですね、簡単です。ただパイプはめてネジ止めて、でストックはめるだけですので。でここの工程はですね、それぞれ使うパーツが皆さん違うと思いますので、まあ皆様がご使用するパーツに合わせた取り付けの仕方をしてください。はい、とまあ組み立てはこんな感じでございます。はい、というわけでですね、組み上がったのがこちらでございます。じゃん、どうすかこれ、超かっこよくね。いや、やっぱさ、この10インチのこのスラッと伸びたね、長いスライド、それにさ、このストックってやっぱり合うよね。まあこれはね、ピースメーカーのバントラインカービンに通じる何かがあるのかなとちょっと個人的に思いますね。それではこのデザートイーグルカービンキット近くで見てみましょう。ではデザートイーグルカービン見ていきましょう。このスライドは特にカスタムしておりませんので、フレームを見ていきたいと思います。まずここのフレーム下部ですね、ご覧の通り 20mm のレールがついております。まあここにはですね、こうやってフラッシュライトを取り付けたりですとか、あとはフォアグリップをつけたりとかもできますね。なんとなくですね、今 USB 用のライトをつけたんですけども、ぴったりはまりました。まあ、壊れる可能性があるので、あんまりこういう使い方良くないですけども、私だったらこれつけちゃって、このライトこうやって掴んじゃってもいいのかなとかちょっと思っちゃいますね。まあとにかくここは 20mm のレールがついてますので、いろんなアクセサリーをつけることができます。そしてトリガーガード周りですね、トリガーガードの前はステッピング加工がしてありますので、こうやって指をかけた時に滑らなくなっております。でこのトリガーガードの幅はですね、グロックと同じ幅となっております。ですのでこのようなグロック用のレースホルスターにこうやって収めることが可能です。結構デザートイーグルってホルスターで悩むと思いますので、こうやってね、グロック用のレース用ホルスターが使えるのはいいですね。はい、そしてトリガーガードの上の部分、ここですね、ここちょっと出っ張りになっておりまして、ステッピング加工されておりますので、まあ、こんな感じでサムレスト的な感じで使えるかと思います。はい、そしてグリップです。グリップはですね、ご覧の通りステッピング加工がされておりまして、滑りづらくなっております。で形もストレートっぽい感じになっておりますので、ノーマルよりもこの前後幅が狭くて握りやすいですね。でこのグリップ下部の部分はえぐってありまして、マガジンを取り出すときにこうやってつまめるようになってます。でこのフレームの後ろのここのスペース、これ何かと言いますと、スライドが動くためのスペースですね。こうやってスライドが後退した時にここにスライドが入るようになってます。そしてストックです。ご覧の通りちょっと下方向に角度がついておりますので、こうやって構えた時に頬付けしてサイトが狙いやすいようになっております。はい、とまあ近くで見るとこんな感じでございました。それではこのデザートイーグルカービン、いつものようにターゲットは新宿店で撃ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。
い、という感じでですね、打ってまいりました。やっぱね、ストックがあると安定して構えることができるので楽ですね。で、このグリップも純正に比べたらね、細くて、そんでステッピング加工もしてあるので、握りやすくて滑りづらいということで、本当にすごい扱いやすくなりますね。とかね、これさっき説明したようにグロックのホルスターに収まりますので、動画の中でご覧いただいたようにですね、グロックのレースホルスターに収めて、でこうバッとホルスタードローができるという感じで、まあああいう使い方もできるわけですね。今回ね、ロングコートを着ていって、コンシールドみたいな感じでね、バッとコートを払ってドローっていうのやってみましたけども、なかなかああいうのも面白くないですか？で、実際に打ってみて思ったんですけども、やはりですね、カービンということで、ここのアンダーレールの部分になんか掴めるものつけたいですよね。まあ私は今回この USB のライトを持ってったので、これつけてこうやって構えちゃいましたけども、やっぱりここに掴めるものがあるのとないのとで全然違いますね。もちろんなければね、グリップを両手でこう握ってもいいんですけども、取り回すことを考えたら、フォアグリップみたいなものをつけた方が使いやすいと思います。とか、あとはですね、このリアサイトを精密なものに変えてあげたらもっと狙いやすくなるかなと思いましたね。こうやって普通に拳銃として構える分にはちょうどいいサイズのサイトなんですけども、ちょっとこれ顔近づけちゃうとですね、リアサイトのこの溝の幅がでかく見えちゃうんですよ。なので小さい的を狙う時にちょっと狙いづらくなってしまいますので、まあ、自分で加工するとかしてリアサイトをちょっと小さめにしてあげるといいかもしれませんね。まあ、もしくはですね、ちょっとここの部分ね、付けられるかわかんないんですけども、ドットサイトを付けてあげるといいかもしれませんね。本当はね、デザートイーグルだったらでっかいスコープとかをつけたらかっこいいんですけども、ちょっとここプラスチックでね、耐久性がないので、やっぱりドットサイトぐらいが現実的かなと思うんですよ。なんかね、頑張ってサイトをつけてあげると狙いやすくなるかと思います。はい、とまあ今回はそんな感じでございました。はい、というわけで今回はですね、こちらフリーダムアートの新製品、デザートイーグルカービンの紹介でございました。いやー、このね、変態的なカスタムパーツ、デザートイーグルをカービン銃にしようという発想はね、なかなかマニアックで面白いと思いますよ。まあでもね、もともとデザートイーグルってこのベースの銃として命中精度が高くて性能がいいので、それにこうやってね、ストックをつけて安定度を上げてあげるっていうのは理にかなってますよね。なのでこれで結構デザートイーグルっていうとネタ武器扱いされるじゃないですか。でかくて重くてうるさいっていうね、ネタ扱いされやすいかもしれませんけども、このカービンキットを組んだらサバイバルゲームとかでも全然使えるんじゃないですか。まあデザートイーグルだったらね、視野の部分をちょっと加工すればフルオートになりますので、このカービンフレームをつけてフルオートデザートイーグルとかやるとね、まあなかなか面白いのかなと思います。ただね、デザートイーグルロングマガジンが販売されておりませんので、そういうフルオートで運用したい場合はね、予備マガジンを何個か持ち歩かないといけないというのはありますけども、まあでも普通にパワーもあって命中精度も高いということで、サバイバルゲームで使えるかと思います。はい、とまあそんな感じで今回はフリーダムアートのデザートイーグルカービンの紹介でございました。こちらの商品はですね、マニアックシリーズということで、そんなに生産量が多くない商品です。なのでちょっと気になるなという方は早めにチェックをした方がいいかなと思います。まあぜひですね、デザートイーグルファンの方や、ちょっと人とは違う銃が欲しいなという方、チェックしてみてはいかがでしょうか。それでは、じゃあな。